ジャカルタです。ジャカルタ。ウルトラマンですね、これは。動画載っちゃいけない人いたら言ってください、事前に。危ない。大丈夫。別に載っても事故があるんですね。あ、こちらもあるんですか。ベランダがある。ベランダの上に。マイソン。写真見た瞬間わかる。ここはシェアオフィス。ああ、ここでね、いいね、なんか国立銀行、一番高いんだあれ。地域としてはだいぶおしゃれなんですよね。メガネをやるのにはいいかも。やんないけどね。これで？ゴールコースでキャパ作ってみる。まあいいですね。主にインドネシアで活動中。あんまり日本に来ないから。そうですね。なんか上手に活かしたんですね。状況を非常に上手ですね。これ広いっすね。なんかね。やったら。なんかしっかりすれば良さそうな感じはしますけどね。しっかりすれば良さそうな感じはするけど。どうだ、どうだ。まあ、パソコン、パソコン、パソコンってことになるでしょ。ここなんか面白いですね。こっちって誰かに貸しちゃったら違法なんですかね。日本人のバックパッカーとか止めちゃったりとか。いや、ビンランドビー的な。その、ちょっと、うわ。ホテルみたいな料理に該当するかどうかっていうことですよね。あとは、まあ、もしくは、若い子の、はい、要は日本人とかを月5万で済ましてあげる的な、はいはいはい、それは別にいいと思いますね。要は契約の中に、またがしっていうか転退できるっていう条件を入れとけば、はい、めっちゃ30万だってこれ月。いくら How much? What? How much? 30? こうやってね、ちっちゃい区画であるわけですね。あるですね。ここら辺もなんか若い子やってそうだし。そうですね。すごい若い子やってそうですね。あー、あれ。お、市場になりました、市場に。This is a video camera, ne? Take my picture. Okay.